獨協大学に入ってよかったなと思うことは、今の友人たちに出会えたことがやっぱり一番で、なんかその大学の理念、その大学1年生の時は全然分かんなかったんですけど、大学4年になってから、まあ、その学問もそうですし就活もそうですし、なんか切磋琢磨して人間関係が深まったっていう実感が4年間ですごいあるので、まあ、それがなかったら、まあ、その学問も就活も、まあ、その間のいろんな出来事もなかったら今の友達と深い関係になることはなかったので、まあ、大学に入って一番得たものは友達かなって思います。考えていいですか？成長したな？へえ。何でしょうね。あ、でも2つの視点を持つことができました。なんか多分高校生の時とかはこれって考えたらそこしか世界がなくてしんどい部分もあったんですけど、大学入ってなんかそのまあ言語を学ぶとその文化も学べるじゃないですか。でその文化を学んだことでその国の人の考え方も知ることができるじゃないですか。それを知って、あ、なんかこういう考え方もあるんだみたいな、その日本にはない視野というかを得てから、なんかこう物事を2つで考える癖ができたというか、何か嫌なことが起きても、あ、でもこういう見方をすればこういう捉え方もできるよねみたいなのが4年間の間で身について、成長したというよりかは生きるのが楽になりました。